もう作れないゴミがよ、ねえ。何がゴミだ何がゴミだ、まあ、申し訳ない、俺クズだけど、お前、俺よりクズだよ。ねえ。そんなことはね、料理も作れないゴミが、ねえ。料理作れない俺ですら、こうやって、身を見まねで、鍋作れんだよ、ねえ。てめえの洗濯ぐらいしろ何が料理ができんだ、てめえの散らかしたもんな、何一つ片付けられねえんだ。人間に言われる筋合いはねえよ、この野郎。お前が何でも片付けられるか、うちを。今まで人に洗濯させてよ。この寒いのに手が声かじかじそう。なんで俺は鍋を食うだけでこんな言われなきゃいけないの？なんで、ね？なんで鍋を作って食うだけでここまで言われなきゃいけないの、ね、そうだったら周りをきちんと片付けてからやれっつんだよ、こんな散らかったとこでやってねえで。美味しい時に食った方がいいでしょうよね。あなたは食材に対して感謝がないんですか？そうじゃなくて。食材でこう火が通るようなものってのは、一番美味しいタイミングってのは決まってるんだよ。ね。後で片付ければいいじゃん。片付けにね、気を取られて。片付けに気を取られて一番美味しいタイミング逃したら食材に申し訳ないと思わないの？これ片付けるよ、綺麗に。あ、片付けるよ。もうね、あんたも。でもいいか、あっち行ってくれ、マジで。それでね、そんな被害燃えてるとこにね、ペットボトル置くもんじゃないよ、あんた。それ跳ねるかんね。熱湯があると。コーラなんか跳ねるかんね。いや大丈夫、コーラが跳ねるわけないだろ、バカ。あんた跳ねるよ。火のそばを置きゃ跳ねるよ、膨張して。跳ねるよ。あんた何の頭もねえんだね。人のことを言うけど。頭ねえね。そういうね、火のそばにペットボトル置くもんじゃないよ。あんた常識ないよね、全然。やってても常識ないよね。どかした方がいいよ、それ。跳ねるから。火のそば置くと。どかせよ、早く。大丈夫だって。なんでここまでいんのね。膨張するから跳ねるんだよ、そういうものは。はい、どかした。そんなの当たり前なんだよ。頭で考えられた、おめえ。発達の知恵遅れか、あんた。それお前だろうがよ。てめえだよ。何もできないんだよ、この野郎。おめえが何するんだ、ああ、枕に腰掛けてな、枕カバーみんな破っちゃうべ。何で破ったか分かんねえよ、この野郎。クソガキが。だから出てきゃいいんだよ、あんたなんか気に入ってねえんだから。どんどん出てきゃ、うちを。いなくていいから。何が気に入ってないじゃん、マジで。だから出てけっつうんだよ、うちを。あんたに一銭ももらってねえよ、おら。いいように人を利用していきやがってよ、クズ野郎。いなくていいんだから、クズ野郎。人に洗濯させてよ。毎日毎日とっけやがってよ。てめえの洗濯目だよ、毎日。こんなもの買うよりな。あ、いい香り、ゆずの。そんなもの買うよりな、洗濯し、自分でやれ、この野郎。ね、あっち行ってって、マジで。とくれ、自分でしてねろよ。だ、今まであっち行ってくれって。開けたり閉めたり。ねえ、俺食えないんだけど、気が散って。食材もったいないんだけど。関係ねえよ。一番美味しいタイミングで食べれないんだけど、気が散って、あなた。そんなとこでな、そんなことやる自体が間違ってんだよ、バカ野郎。食材に感謝する時間ないんだけど、食べる前に。あなたがいるから。そんな、ね、そんな鍋とか ね、そんなものめった買ってきてね。金ね、あれだよ。あれだよ、なんだっけ、あれ。体重計だってこっちにあるのに、またそこ置いてね。畳が見えなくなるよ、そのうち。めったものをあっちこっちを散らかして。いい加減にしてくれっつんだよ、うちを。うちの中がめちゃくちゃになっちゃうんだよ、あんたがいると。いなくなってもらいてんだよ、もう。悪いけど。でもあっち行ってよ、マジで。なんでずっとそこ開けてるの、そこに。体重計なんかこんなとこ置かないでね。畳が見えなくなっちゃうから。でもあっち行ってって、マジで。こうやって畳見えない。これは豚小屋だ、あんた。いいか、あっち行けって。これだぜ、このクソ野郎。死ねえ、早く。いなくていいから。死ねえ、早く。いなくていいから。親不孝も。昆布ポンツ。人の金さんざ使いやがってよ。騙し取りやがってよ。そうそう、食えるかな。人の金で食ってりゃいいやな、なんでもな。これ僕の金なんですけど。全部これ、鍋から何まで全部買ってきたんですけど。そうじゃなくて。俺が小じきした金で買ってきたんですけど、あなたの金じゃないんですけど、これ。これリスナーの金なんですけど、お前に言われる筋合いないんですけど。
じゃあ、ね、悪いけどさ、会社建てるっつってよ、使う金じゃねっつって、50万。あ、ちょっと、人から50万踏んだっつったら、その金出してくれ。俺、騙されたんだから。金出してくれ。わ、ちょっと、ちょっと、ちょっと。俺に出してくれ、金を。悪いけど。そうそう、食えるかな。50万出してくれ、俺に。人の金踏んだくったんだから。食えんじゃない、そろそろ。なせよ、早く。使わねえ金だっつうから貸してやったんだから。戻ってくる金だと思って。ひどいよね。ちょっと弱火で。でも、愛があっち行ってって。金なせよ、俺に。もういいか、あっち行けよ。どんなことないとかわかんねえ、あんたに。うん。俺だって頭きてるからね。指定放題のことをやって贅沢して。ほいで飲み物だってちょっと飲めやし、放っとくしよう。きちんと飲めないしさ。みか、あっち行ってマジ食えないよ、あなたが聞いて気が散って。日本語わかんないの？あ、出てってくれって言ったよ、もういいから。うちを。な、あんたとこのね、ここら辺食えそうやな。あんたとこのものがなくなれば、ほんと幸せだから私。いい部屋にするから。ここら辺もう食えそうだ。綺麗な部屋にするよ、私。あんたのね、この人形とね、じゃあまずちょっとね、ダンボールとか中国で買ったもんで、ね、みんな持ってってくれ。入れて、まずは、ゆずなしでいってみようか。バカにね。うまーい違うよ。関係ねえよ、おめえだった。じゃあこれ、ゆず入れよっか、ゆず。めっちゃうまいやん。食えば、一生か何も食んねえから。自分の金で全部食えば。あ、超うまいんだけど。一生食んねえかんね、もう。うちなんかね、手作り料理食えないから、これがめちゃくちゃうまく感じるもんね。すげえうめえ。最低だよな。家で出てくるあんな。悪いけどよ。あんななんか、惣菜の5倍以上うまい。悪いけどよ。みんなあれだからね。悪いけど約束してね。そこにあるバーベキューの網をね、自分のトランク入れてくんないで。あと炭も入れてくんない。炭も入れてくれ。ああいうとこ置かねえでくれ、うちの周りに。うちの周りになんでもいらねえも置かないでくれ。悪いけど。チャッカマンも持ってってくれ。もうちょっと混ぜるか。年中買ってきて。チャッカマンのやつはね、一つ買えばね、それを使えばいいんだよ。いくつもネタ買ってきて。金の無駄遣いなんだよ、そういうやつは。あんたなんか飯食えるんかい、親がいなくなったら。ああ。親がいなくなったら税金払えるんかい、あんたに。このうちの。一回止めましょうか、ちょっと溢れてきたんで。あんたなんか税金なんか払えねえだんべ、すっかったね、こと飛びして。これは菜の花かな？バカだよね。逆の方がいいか、これもしかして。バカだよね。今年車検だからね、よく金考えた方がいいよ。車検だよ、今年はね。税金と車検と保険があるからね。分かったか、あっち行ってください。ね、ちゃんと払った方がいいよ。あと、罰金も払った方がいいよ。もう分かったから、あっち行けって。あんた、いつまでとか全然心配しねえんだね。また交流されるよ。ね。払わなきゃ、おめえ、入れられるよ。交流されるわ、また。ね。うまーい。もう会いに行かないから。あなた子供だと思ってないから、もう。白状なガキだから。ね。おめえが白状な親だろ。関係ねえから。ね。本当に親バカにしてるよ。お前はね、親バカにしてる生活をバカにしてんの。別に俺が別に鍋作って食うぐらい何がいけないの。場所が場所だよ。あなたの感覚がおかしい。場所が場所だよ。ほんでましてね、こんな燃えるものをいっぺん周りあってね、こんなことやるやつはいねえよ、あんた。周りをきれいに片付けてやるよ、やるんだら。火に燃えつくようなものをいっぱい周りを置いてね、こんなことやるばかりいねえよ。頭がねえし、そこだよ。それで炭酸水なんかそばへ置いてよ。もうちょいで爆発するから、バカタレが。血の遅れ。頭がねえんだよ、お前は。人間として。ネギまだ買ってえかな。何も片付けられねえ。クズなんだよ。早く死んだ方がいいよ。どんどん。死んで親孝行してくれよ、早く。悪いけど。うまい、ネギうまい。真ん中にいられたら実食苦労するから、私。もういらねえから、あんたは。ネギ甘っ。関係ねえよ、んなこと。ネギ超うまいわ。最低人間だよ。うん。うまい。